れじゃなしほと、いいみです。はい、というわけで、今回ね、あのね、この前、お祭りで、ピーヨスクで1回につき 5匹釣れたら1万円をくれて、なんか買い物好きに使っていいよみたいな企画をやったんですけど、なんとリミが5匹取ったので、今回ね、リミちゃんに1万円をね、あげて、私がちょっと喜んでもね、喜べない。リミどこ行くの、どこ行くの、まだまだでもね、まさかだったよね。しほちゃんの方が取れるかと思いきや、なんとなんと、っていうか、はちちゃん の、 あの友達のアンジュちゃんとかゆっちゃんとか、すごい上手だったよね。初めてやった18匹だっけ、うん、なんかめっちゃ取れてたよね、うん、塩6匹だっけ、やばいと思っちゃったね。はい、じゃあリミちゃん、お約束なので、はい、じゃあ1万円贈呈です。じゃじゃーん、間違いないですか、本物ですか。本物じゃない、本物だよちゃんと本物です、皆さん、嘘を偽りない本物です。ほら、早くしまわないと。あげる、全部あげる。えっ、嘘、嘘だよね。5000円。あ、5000円だって。でも5000円くれるの嬉しい。いいの、いいのね。嘘、嘘どっちどっち半分。じゃあ半分。じゃあしほちゃんに半分あげるのね。うん？あげる。あげる。いいぞ。買うものない。うん。よっか。はい。どうですか、リミちゃんが半分。めっちゃ嬉しいです。まさか5000円くれると思わなかったですね。ね。りほちゃんはね、今日は買い物ゼロかと思ってたのにね。1万円あげない。どうって1万円はあげないでしょ？いくら？だって持ってるんだもん。あ、そっか、リミが持ちたいよね。持つのはリミだよね。リミ。はい。リミがお母さん。リミがお母さんだね。しほちゃんの欲しいって言ったものにこれでお金払わなきゃいけないよ。払う。払う？払える？こうやって1万円ごとどうぞ。そう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 。お店の人にどうぞ。この前ね、お店の人に行けたんだよね、リミね、一人でね。そう。でもね。フリフリポテトだけど、ね、早く食べたすぎて自分で初めてなんかスタスタね、お店の人もらいに行って、びっくりしたよね、ポテト食べたさあまりにね今日も頑張ろうね。見て、うん、この鳥が出る。さっきちょっとね、LINE ショップっていうのにちょっとね、見てきたんだけど、じゃあ、ね、ステッカーもらったな。今日ステッカーもらいました。じゃあどうする、でも先リミちゃん、そうだね、リミちゃんが欲しいものを全部使っちゃうかも。えそれはしょうちゃんが泣いちゃうけど、え、泣かないよ、泣かない。そうか、もともとリミのお金だからね。分けて、分けなくても大丈夫だよ、大丈夫だよ、うん、いや、リミ好きなの、リミちゃん好きなの買いに行こう。じゃあまずはリミちゃんの好きなものを買いに行きましょう。なんかリミ欲しいのある？ちなみにね、原宿です。久しぶりに原宿に来ました。さっき竹下通りって言ったから。あ、そっか、今日最近ニキビみたいなのできてきたんですよ。ね、でもしょうがないよね、思春期だから。思春期だから。先生にもしょうがないって言われたんでしょ。言われた保険の授業で言われました。そうね、え、言ったの。もう一回、ママバイバイ。ママバイバイ。いない。行っちゃったね。今日はリミの何それ。なんだっけ。え、5000円でお買い物。お買い物。食べ歩き。食べ歩き。食べ歩きでもないんだ。リミなんかすごくない。ホーンデッドマンションだった。え、真っ黒いアイスだって。これさぁ、うん、うん、あの、なんかやってた、ね、テレビでやってたね。テレビにやってた。あんまお腹ついてないから、ね、いや、まだいっか。うん、最後とかにお腹空いたってたんだよ、うん、どこ行こう。じゃあお散歩して、なんかあったらお店入ろう。あ、
今ピザポテトだ。何これ、行ってみる。うん、行ってみようか。ポテトチップス取るやつだ。何これ、ほら、あ、取るやつか。取るやつ、ほら、取ってちょ、高い、1280円だよ、これ。あ、ね、そういうこと。しかもさ、いらなくないか。スマホ、うん、ここで、あ、タッチできるの。いらなくない割り箸で、あ、すごくない、これ、コップがあるよ。じゃがりこのコップがある。これ500円。これは、これね、1280円。面白いけどさ、これにする。じゃあちょっと奥もさ見てさ、うん、初めて来たね。見て見て、じゃがりこ、なにこれ、かわいい。なんか海苔とかある。見て、蓋の、あ、付箋紙だ。キャップとかも。何これ。あ、ジャガポックルだ。何ジャガポックル。あのね、美味しい北海道のお菓子。へぇ。あ、これは何それ。ボールペンだって。マラカス書いてもうの。本気本気。ポテトそれで食べんの。食べる。ちょっとまさかの、その色でいいの。緑でいいの。じゃがりこも頼めるよ。頼む。頼むの。で、食べ歩きする。食べ歩き。本当にいいの。いいよ。これも。うん。じゃあ何でもそんな高くない、じゃがりこだもん。ただただじゃないけど。これはどこで頼む。これあの隣で買うんだ。あ、お土産レジ、うん、そうそう、お土産レジがあった。何それ。蓋が売ってて、じゃがりこの蓋買ういらないあ、でもそっか、いるか、雨降るから、ね、100円だって。いる、110円。あとサラダ味、はい、できた。あ、あれいいね、これは。あ、あれは、あ、ここで買えるんだ。1940円だよ。あ、チョコ味とかある。はちみつ味だって。すごい、出来たてだ。じゃあかぶせとく。うん、大きさがちょっと、じゃあこれ持っててあげる。かぶせられるか。この大きさ違うからダメだよね。かぶせらんか、絶対かぶんないから。普通のじゃがりこ後で買おうか。それで車でこれをさ使った。うん、違うか。うん、暑い？ポケット。ポテト？あのマックのポテトみたい？じゃあ1個ちょうだい。あ、でも。あ、本当のマックのポテトっぽい。暑い。じゃあ進もう。どうする？うんちのソフトクリーム。もうまだいらない。これ韓国マカロン。はい、こんにちは。すごいやん、よくできてる。トゥンカロン。はい、こんにちは。大丈夫？うん？水？水なの？水でいいの？こっちじゃなくていいの？なんとな、ガンダム。やだ。
三宝石見るで。くまちゃんさ。見てた。タヌキかな。リスかな。リスじゃない。どんぐり。尻尾持ってる。これかわいい。これフック袋じゃない2240円入って980円なんで、ちょっと 半額のお得だ。あ、これが入ってるんだ。バッグだっけ。次お隣行く。あ、本当にどっちだ。なんだろうこれ。あ、これか。あ、やみつき。最初にもあった。ある？あ、水に入れたりするやつかな。水に入れたら固まるの。これ買ったね。びっくり、360円。いいね。でも、でもダイソーにあるんでしょ。あるよ。いや、これ100円で買ったらよくない。これどこから落ちてるんだ。これ。うんち取るやつ。うんち取るやつ。これはリアからって。消しゴムだよ。買うのそれ。買う。うんち出版。笛が聞こえる。なんかやってみたね。見て、こっち保育園でこっち神社するじゃん。うん。あ、なんかやってる。撮影してる。あ、結婚式だ。結婚式。うん。あの白いフードのかぶってる人いるでしょ、うん、あの人がお嫁さんだ。へ。ここはみんな多分知らない場所だね。ここに来た人はラッキー。ここね、原宿のねえ、竹下通りのとこなんだよ、うん、ねえ。このマンション分かる？分かんない。うわ、でっか。分かんない。正解は？正解は？こっちを行った後ジマトリ。ジマトリ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 。なんとここに出るんでした。そうそう、ここがウィゴの、ね、ウィゴの隣だね。ウィゴの隣を行くと神社があるんでした。そうでした。じゃねー。あ、これハリーポッターだ。見て、新作のやつ。本当だ。ここでやろう。ミニね。うん。これ。キャンディ。何の？乗り物のキャンディ。乗り物か。珍しくない。味がこれおいしそうなの力かな。うん。舐めてくる。うん、いいよ。しーちゃんのところ戻りながら食べよう。うん。手でいけるの？いけた。へぇ、面白い。早っ。あ、これ面白い。
これちょっと欲しい。え、これいくらなんですか？ビフ4万円。これカメラもすごいんですけど。見てみます。はい。一応これ今内側のカメラで。はい。で、これをそのまま。はい。これちょっと感動的なので、そうですね、次世代のフォルダブルスマートフォンっていう、はい、タブレットと一緒になったりもになります。手のひら向けてみてください。お、手のひら向けるとシャッター切ることができる。すごいシャッター面白い。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。グミ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 ペア。サンジーがおやつが甘い。